私の名前は水木。医療ソーシャルワーカーの夫と小学2年生の娘、そして保護猫カフェからやってきた猫のニャニャ丸と暮らしている平凡な兼業主婦だよ。実は先日ちょっとした事故に遭っちゃってね、腰も少しやられちゃったから松葉杖じゃなくて車椅子を使ってるんだ。本当に痛かったんだけど、相手も反省してるし、今後後遺症みたいなものも残らないっぽいからひとまず安心。車椅子にも慣れて動きやすくなってきたから、今日はママ友ランチ会に参加したんだけど、あるママさんがいきなり車椅子を押してきてね、私階段から突き落とされたんだ。水木さん、体大丈夫？ああ、びっくりした。本当にびっくりした。とりあえずお医者様に見てもらったよ。まあでも致命的なことじゃなくてよかった。あちこち痛いけど。真由美さん、すぐに助けてくれてありがとうね。何言ってるの？当たり前だよ。それにしてもエミリさん、何考えてるんだろう。水木さんのこと突き落としてヘラヘラ笑ってたけど、私たちが怒ってたら逃げちゃって家にも行ったんだけど出てこないの。いや、まさか普通にテラス席でランチしてたらいきなり車椅子動かされて階段から突き落とされるとは。テラス席の階段だったから低い位置だったけど、これがもし普通の階段だったらって思うとゾッとするね。本当だよね。水木さん、服もパスタで汚れちゃったでしょ。ごめんね、今日は珍しく暖かいからテラス席にしようなんて言っちゃって。何言ってんの、真由美さんは何一つ悪くないんだから。あ、エミリさんに警察行くって連絡したら返事来たわ。水木とエミリの LINE。 ねえ水木さん、ごめんってば、超ごめん。私悪気なかったんだよ。てかさ、階段って言っても数段じゃん。そのくらいで警察って。私ひっくり返って車椅子から落ちてるんだけど、今病院から出たところだよ。先生にも診断書も書いてもらったからね。診断書？ねえそれさ、保険会社に出すやつでしょ。は？何言ってんの。だって水木さん、今日のランチの時言ってたじゃん、自転車と事故になって儲かったんでしょ。誰が儲かったなんて言った？え？だって医療費払わなかったんでしょ。それに保険会社が入ったってことはさ、いろいろお金入ったんでしょ。医療費は加害者側の保険会社から連絡来たって話だよね。今日したのはその話だけ。それもエミリさんに聞かれたから答えただけでしょ。それだけでここまで話が発展するわけ？まあまあ、水木さんピンピンしてるんだからさ。それにこれって私のおかげだよね。は？水木さん、また診断書がもらえたんでしょ。それを送れば保険会社からがっぽりお金がもらえるんだよね。大丈夫だよ、私半額よこせとか言わないから。怪我したのは水木さんだしね、私の取り分は3割くらいあればいいからね。これでもう警察とかは行かないよね。あんた頭の中どうなってんの。かっぽじって見てみたいんだけど。もういいから、早くお金ちょうだいよ。ここまでのバカ久しぶりに見たよ。つまりエミリさんが私を突き落とした理由ってお金だったの。確かにこういう保険関係の話って、儲かったんでしょう、おごってよみたいなアホが出たりするからさ。医療費の話だけサクッと答えてすぐに話を変えたんだ。だったんだけど意味なかったかな。というか逆効果だったのかもしれないね。失敗だわ。それにしてもエミリさんって普段こんなことするような人には到底見えないんだよ。いつもニコニコしていて働き者で、これってなんかおかしくない？ねえ水木さん、まだ怒ってるんですか？てかそれっておかしくない？ちょっと怪我が増えたくらいでもっとお金がもらえるんだからさ、私に感謝するべきなのに。あんたいい加減にしなよ。階段から車椅子で突き落としたくらいじゃ大丈夫でしょう。ね、保険料500万くらいもらえない？早く分け前欲しいな。旦那さんブチギレしてるけど大丈夫？え？それに保険料500万って、あんた本当に頭おかしいんだね。ちょっと何よ、そんな言い方ひどくない？私は親切心でやってあげたのに。反論するのもバカバカしいからとっとと捕まりな。え？まだ警察なんて言ってるの？そんなのやめなよ、みっともない。警察にも笑われるだけだと思うよ。いや、エミリさんの旦那さんも了承してるよ。というかそんなことする人間ありえない、とっとと通報してくれってさ。は？エミリさんの旦那さんってカフェを経営してるでしょ。
私、病院帰りにそのまま寄って話してきたんだよ。なんで旦那に言うの？これは私と水木さんの話でしょ。犯罪者のくせに何とぼけたこと言ってんだ、ボケ。犯罪者って？犯罪者だよ。そんなこともわからないの？ちなみに、エミリさん今実家に逃げてるでしょ。その間に旦那さんが家探ししたんだよ。まさかだけど。エミリさん、正社員として働いていたけどさ、あんた仕事辞めたでしょ。で、それ旦那さんに隠してた。二人の貯金も相当使い込んでるよね。いや、それは。旦那さん言ってたよ。貯金にも余裕があるし、そろそろ海外旅行でも行こうかって言った時に、エミリさんの表情が曇ってた。だから前から気になってたんだって。でも私は悪くない。私は悪くないんだから。はん？ 100% の悪人が何言ってんだ。絶対に許さないからね。待って、本当に悪気はなかったの。お願い、信じてよ。翌日、エミリさんの旦那さんから連絡があったよ。会社を辞めた理由なんだけど、ハラスメントで騒ぎになったらしく、なんでも去年本社から優秀な女性が来たらしいんだけど、エミリさんはその女性に嫌な感情を抱いていたみたい。彼女にチクチク粘着していて、相当嫌がらせしてたんだってさ。でも相手も泣き寝入りするような人ではなく、しっかり証拠を集めて上に提出。話を大きくしない代わりに、エミリさんは自分で退職すること、そして慰謝料を払うことという話になったらしいよ。あんまり恨まれすぎても怖いだろうし、まあうまく決着ついたよね。でもエミリさんはそれを旦那さんには言えず、さらにはどんどんお金を使い込んでいたんだよ。水木さん、今どこにいる？真由美さん、こんにちは。今は出かけてるよ。よかった、まだ帰らない方がいいかも。どうしたの？エミリさんの家の前通ったんだけど、窓が開いてるの気づいてないのかしら。すごい大騒ぎしてるのよ。大騒ぎ？あんたが察しが悪いからこういうことになるんだ。行く場所がなかったんだからお金使って何が悪い？みたいなエミリさんの声が聞こえてきて。ああ、エミリさんが貯金使い込んだ理由のことだろうね。仕事辞めてそれを旦那さんにも言えなくてさ。レストランだのカフェだので時間過ごしているうちに、金銭感覚どんどんおかしくなっていったっぽいよ。まあ、カフェやレストランだって積み重なると結構かかるものね。それに、エミリさん最近洋服やバッグも新しいもの買ってたし、お金の使い方がちょっと派手だなとは思っていたけど、まさか逆に仕事を辞めていたとは、不思議なものね。案外、働いて稼いでいる時の方がお金に対してシビアになるのかもしれないね。確かにそうだわ。その気持ちわかるかも。とにかく、水木さんのところにとばっちりが来るかもしれないから、気をつけてね。真由美さん、わざわざありがとうね。今日は姉夫婦と一緒に出かけてるから大丈夫だよ。そっか、水木さんのお姉さんって確か、レスリングの全国大会で優勝したこともあるのよね。義兄さんもすごくマッチョで強いんだっけ。この二人がいてくれれば、指一本で吹っ飛ぶと思う。恐ろしい。でも用心に越したことはないよね。ありがとう。他のママさんたちからも、続々と連絡が来ていたよ。みんな心配してくれてありがたいね。こういう、ちょっと自分が弱っている時って、本当に人の優しさが染みるってものだよ。さて、エミリさんだけど、喧嘩した後に実家に逃げたみたい。その後、私はエミリさんに対して慰謝料を請求。警察に出たりとか、まあいろいろあって大変だったんだ。あとは、今回のことを知らないママさんたちにもしっかり根回ししたよ。エミリさんが変な噂を流す可能性もあったからね。でも、その結果、エミリさんの悪行がどんどん明らかになったんだ。水木さん、ごめんなさい、ごめんなさい、私土下座します。水木さんの靴だって舐めます。だから助けてほしいの。はあ？汚いな。私の靴が汚れるでしょうが。あんたバカじゃないの？お願いします。私お金がないの。お金がないのに訴えられるし、裁判とか、私どうすればいいの？裁判？あちこちからよ。なんでみんな今更そんなこと言うの？私が悪口言ったとか、嫌味言ったとか、そういうの証拠持ってこられて慰謝料払え、訴えるって。旦那も離婚に応じないなら裁判になるんじゃないかって。うわ、他の人にもそういうことやってたんだね。私、水木さんには慰謝料払ったでしょ。
でももうお金ないの。それに弁護士なんて雇えないし。ねえお願い、水木さんの弁護士さんを紹介して。私仕事自体はちゃんとやってたんだから。また再就職してちゃんとローンで弁護士費用だって払うから。あのさ、エミリーさんって加害者なんだよね。加害者が被害者の弁護士紹介しろって頭おかしいでしょ。でも私本当にもう行く場所がないの。旦那がうちの実家にも連絡して全部バラしちゃったのよ。要するにエミリーさんって人にハラスメントしまくり人間ってことだよね。そりゃ製造元にクレームも行くわ。私もクレーム出したいくらいだし。やめて、それはやめて。実家には1ヶ月で仕事見つけないと即追い出すって言われてるの。引っ越しも半年以内にしないと荷物そのまま出すって。ねえ、ひどいでしょ。エミリーさんが今までやってきたことの方がひどいよ。それにさ、車椅子の人間を突き落とすって、あんたサイコパスとかそういうのじゃないの。そんな私そんなことない。はいはい、じゃあね、もう二度と関わらないで。あんまりしつこいとまた通報するよ。お願いやめて。その後エミリーさんは実家に戻り、その後離婚したんだけど、裁判やら慰謝料地獄になっているみたい。仕事自体は見つけたんだけど到底払えないでしょ。ってことで自分の持っているものは何でも売り、水商売も掛け持ち。もうげっそり痩せちゃってるらしいけど、当たり前だよ。人に嫌がらせをしてきた人間なんだから、そう簡単に幸せになれるわけないでしょ。私の方はというと相変わらずまだ車椅子でもね、いいこともたくさんあるよ。知らない人が優しくしてくれて感動しちゃったりとか。あとね、うちのにゃにゃまるが優しいの。体を動かそうとするとすぐ飛んできて監督してくれるんだよ。これは犬や猫あるあるなのかな。怪我をしたりとかしてるとトイレについてきてくれたりしてさ、本当に優しいね。だから怪我はしたんだけど気持ちはすごくハッピーだよ。最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録、高評価をお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。